はい、おはようございます。やっぱり撮り直しだそうです。なぜか言いますとね、吊り橋もシャクナゲの花もね、取れとらん言うてね、ちょっとお叱り受けまして、はい、もう一回行きました。今度こう撮影を2回するの多いね。なんでやろうね。はいね、ちょっと急いでみましょう。ここ左に行って吊り橋のとこ行ってみましょうか。もう駐車場は半分以上埋まってましたね。どうも登山客みたいですわ。今日は誰もおらんやろね。20メートルぐらいありますかね。ちょっと渡りましょうか。おお、揺れるね、やっぱり。おお、下まで、川まで10メートルぐらいあるね。怖っ。揺れとるかね、これ。これ、随分揺れるね。あら、入られへんのかね。この前、ずっと向こう入ったんだけどね。家で、5日の日やったかね。はい、じゃあ、上上がってみましょう。ちょっと階段上がってみましょう。この階段がね、ちょっと怖いんですけど、大丈夫やろ。ちょっとね、下見ると木が腐ってますね。怖いね。怖っ、上がれた。このヒノキはちょっと間引けなかんね、これ。ちょっとね、多すぎるね、これね。あんまりね、多いとね、風が吹いたら倒れますね。お、この辺は前入ってないな。前回ここは歩いてないね。ないか。ああ、また怖い階段だ。これがね、ちょっと木によって腐っとるんでね、怖いけど、怖い、怖い怖い。もう大丈夫やけどね、この歩いた感じは非常に怖いけど。これどうやって止めんのよ。分からんな。止める方法が分からへんねんけど。小勢か。あら。あら。これダメだわ。もうこうしておこうか。はい。じゃあこれで渡る。はい。じゃあ渡りましょう。20メーターぐらいあるんやけど。これゆらゆら揺れますからね。20メーター渡れるね。300メートル大変やけど。左側ほとんどずーっとね、シャクナゲなんですけどね、花が咲いてないね。はい、シャクナゲでございます。もうちょっと満開過ぎてますけどね、綺麗に咲いてます。はい、じゃあ上がりましょう。蜘蛛の巣が大変なんですよ、もう前行くたびに。はい、行きましょう。あら、これ無理か。見えないかい。あらあら、見えませんね、これなんか。あら、ちょっと見えるけど、もう埋まってしまってるね。あら、蜂がおる。埋まってますね。残念でございました。はい。はい、見れるのは見えたけど。あ、ここに蜂が入っていっとるということで、この蜂の巣があるのかね。
D35 本、瀬谷口押見古墳群。ほとんど見えません。本来ならこの石津の真上が一番マウンド高いんやろうけどね、ちょっと右の方が高いからどうやら崩れたかな。はい、入ってみましょうか。はい、失礼します。入り口が7、80センチのとこかな。80センチぐらいあるかね。おお、綺麗な石組み、綺麗やね、これ。高さが2メートル50ぐらいあるかね。これで、ちょっとだけで、かません。ね、6世紀、7世紀なんかもっときれいにね、切りしてるからね。はい、ありがとうございます。先導ちょっと短いかな、これ。もうちょっと本当はあんねやるけどね。そうだい。ほんで、ヒノキで、この辺桜やね。桜で。で、あれ、どこ上がるのかな、金剛山上がるのかな。いや、これはカツラギだった、この上は。何古墳か。もう、これね、この古墳ね、何がどうか言うとね、中入りたくないぐらい、あの中がね、こんなんでございますからね。まあ、後で組み直したんだろうけど、もうね、わかります、これ。横出てきますね。こんなやつよ。今にも落ちてくるんちゃうかという感じやけど、これ斜めになってましたろ、これ。これ怖いけど入りましょう。これだってだいぶ古いやな、この組み方。石もね、ほんまこれ高さね、約3メートル近くあるんやけどね。天井石が下に見るぞ。これなんだ、これは。なんかおるんやな、これ。これ、はい、怖かったね。これがね、あの今までいろんな石の中入ったけど、ほんま怖かった。はい、ありがとうございました。あれしませんわ。いや、開口しないね。なんか勘違いしたんかね、これ。ここに石はあんねんけど、関係ないか。これはわからんな、これ。まあ、開口しない。ずっと歩いたからな、その木にね、2、3時前。はい、ありがとうございました。押見古墳群でございました。押見古墳群です。